どうも原田です。本日はこれから夏に向けて小物が気になる季節ですので、本日は3区から入荷中のターコイズと組み合わせて作ったブレスレット、いつも通り簡単に紹介していこうと思います。おすすめな使い方もあるので、そちらも合わせて簡単に紹介していこうと思います。一応ね、種類的にはこんな感じにいろいろとあります。まずこちらは一応キングマンターコイズを使用したブレスレットとなっているんですが、このキングマンターコイズは、アリゾナ州キングマンで取れるターコイズとなっていて、綺麗な水色から青にこう黒だったりとか焦げ茶のマトリックスが入っているのが特徴となります。さらにこちらのブレスレットはタイプが2つあるんですけども、1つ目がこの金赤と呼ばれる、希少なホワイトハーツと組み合わせて仕上げたものと、ネイティブアメリカンのナバホ族がこう作り出すこう中空ビーズの技法を用いて作られた、一応中が空洞になっている、シルバービーズですねと組み合わせた2つのタイプがあります。ちなみにこの金赤は、18世紀から、19世紀初期頃のもので、ややくすんだ色合いの赤となっていて、一応本物の金を使って発光させているものとなります。こちらのね、アイテムは、一応普通にブレスレットして使っていただいて間違いないんですけども、輪にこうピンを通すタイプのものとなっていますので、つなげて僕がつけているようにネックレスとして使ってもいいんじゃないかなと思います。お好みでこうカスタムができますので、かなり面白いアイテムかなと思います。一応気分でブレスレットだったりとか、こんな風にネックレスとして使うのもいいので、ぜひチェックしていただければと思います。ちなみにこちらは、3つブレスレットを使ったものとなります。首細い方だったら2つでもいけるかな。ぜひ、いろいろな使い方ができるこちらのアイテム、オンラインショップにも掲載してますので、チェックしていただければと思います。本日も簡単だったんですけども、以上となります。他3区商品も合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いします。